うえ、ん、<laughs> のね、えー、まあちょっと何言ってかわかんないけどね、フロアはなかったとていうことで、えーま、最近よちょっとね、よかったやくとあれだけどまあ、ま、化粧水を、ね、塗っていきますね。ええー、と、保湿うん、するために、まあ、やってるだけなんだけど、 まあそれでね、どうこうなるわけじゃないけど、まあ、これ、ハトムギのね、化粧水なんですよ。うん。値段もそんな高いわけじゃないしね、えっ、ー、と、たぶん、一回買えば6、まあ、500円か600円ぐらいじゃなかったかな、と思いますね。うん、具合が悪いか、ちょっとね、これがまあ、じ出ないんだけどね、うん、ちょっと、力が入ってないよね。入 <laughs> らないですね。 でこれがね無香料無着色低刺激って書いてあるんですね 500ml のなんか油断容量になってるんですけどもまあ一番ねやっぱり高いのはやっぱりファンケルとか、えー、資生堂椿とかねいろいろあるんですけども高いですねファンケルはファンケル有名安いやつもあるんですよだけどそんなまあね <laughs> 量多いのはこうハトムギとかが多いんですよ <laughs>。ハトムギいいのかなと思ってんだけどね、米ぬかから出てきたりするのもありますしね、うん。まあ値段もそ,うそ,うそこら辺ぐらいの値段だし。うん まあ今あね男の人と人も性別とかないんだけどジェンダーレースみたいなのですからね、まあ、ジェンダーレースではね多分肌ことしながらね結局ジェンダーレース2025年にはもう定着してるんですよねもう同性婚とか異性婚とかもうねそういう人間のレベルじゃないんですよもうはっきり言うとねもうそういうレベル取り越さないといけないんですね あトイレもね一緒になるとかあるけどうんなんかだんだんよく分かんなくなってきましたね。鳩の向き浸透に向けですね。男の子と女の人とかねもう性別の類っていうのはね時代にも合わなくなってきたね。あのなんていうのかなみんながソーシャルで反対しようがないしだけなんかね世界的にこういろんなもんがねあと1ヶ月いやないし2025四 ないし、こうラインになればね。もう変革しないといけないような世の中なんですよ。止めれることはもうできないうん。それこそ小室さんの曲で地球は止まらないっていう曲ですよ。How クラッシュってあるんですけど、まあ地球とかね。もう世の中はこのビジネス環境ビジネスだったとか。まあいろんなやつが入ってるんですよ。このプロモーションビデオの中にね。 で男女がもう違うというのはね小室さんも生ライブでねジェンダーレスの時代でしょって言ったらね今小室さんもそう中性的な、ね、あのファッションしたりしてますよねだからあの男んなとかでこだわってたりあと仕事がこうだとかこういう業種だとかそういうのはもうなくなると思いますね学歴社会も終わると思いますはっきり言えば紀元前からの修了がきますよ まあうちも生きてるかわかんないけどの生き残るかもわかんないけどさあねもうそういう時代じゃないんですはっきり言うとねうん次元が低いんですよ日本は特に次元ちょっと低いんですよね世界的に見てもね遅れとる、うん、と思いますねあの木の伐採にしろ他の、ね、ことにしろいややめてよ,ーよちょっとそれやめてよでいや口だけじゃなくて行動に移さなきゃ なんで寝てるだけで完結しようと思ってんのかなと思ってるんだけどね3年前から45年間く言ってるんだけどねでお金で支配されてからやっぱり優しさがねないんですよ日本の人はね外国の人がボンボン入ってきても別にええー、インバウンドいいんじゃないのとか <laughs> EV はいいんじゃないのって流されてるだけですからね。 他の国はちゃんとしっかりしたものを持ってるんだけど、日本はね、持ってないんですね。学校で嘘習ってるから、やっぱりね、洗脳が強いんですよね、うん。宗教に、こう、学校も宗教なんだけど、この社会もね。まあそういう、男なとかでこだわってってもいけんし、8時間ローズでこだ,わってもこだわってもいけないし、いや、政府がいるよとか、あれが天下数がおるよとか、それはじゃないんですよね。 もうそういう次元じゃないんですね、この地球は。もうそろそろ地球のね、一旦この文明が終わって、ね、いいとこに向かっているはずなんだけどね。うん、まあ、2025年になったら交代出ると思いますね。はいまあ、一応今、継承するに有益になりますね。もうこんなもんです。今、今日はちょっと調子悪いんで、これなもんです。ではですね、はい。